今日はですね、三河中川屋さん、中山と台北駅の間にあるうなぎ屋さんです。こちら見えますかね。三河中川屋さんです。関西風の焼き地焼きのうなぎね、これがですね、総量がなんと 800g 超えで約 1kg あるそうです。800から1キロっていうことは聞きましたけど、実際どうなんでしょう。見てください、 1069g、 1キロオーバーですね。これがですね、全部うなぎが上に乗ってて、実は他にもいろいろ秘密があるみたいなんで、それを食べていきたいと思います。じゃあいただきたいと思います。いただきます。重っ、めっちゃ重いです。いただきたいと思います。特に時間制限はないみたいなので、で、まあ、でもなるべく早めに食べたいです。いただきます。うん、うまっ。外はカリッとしてて、中はジューシーで、地焼き独特の食感でめっちゃ美味しいです。これ台湾で食べれるんですね。美味しい、うん、でもこれ食べても食べてもなくならない感じで、他にもタレとかあるみたいで、こちらですね、ユエンウェイ甘口ティエンウェイで、こちら辛口ラウェイ、あとサンジャオフェン、山椒、山椒もかけてみたいと思います。いきます。あんまかけすぎると辛すぎるので、いただきます。ご飯の量もすごい、うん、うまいっす。これ待って、ご飯の下に何か見えるんですけど、何かありますよ。嘘でしょ、マジか。これご飯の下にまでうなぎが中に入ってて、下からも出てきました。うん、あ、下に入ってるやつはご飯とご飯にサンドイッチされてるので、なんかなんて言うんだろう、おにぎりみたいな感じになってて、味が染み込んでてめっちゃ美味しいです。いくらでも食えるなこれ、うん、美味しいけど、なんかめっちゃお腹いっぱいになってきたな。他 の、 食べ放題のお店とかと違って、やっぱり味が美味しいんで、ずっと食べれますね。本当他 の、 食べ放題の焼肉とか火鍋ってやっぱあんま美味しくないとこがあって、なんかいつも食べ飽きちゃうんで、三河中川屋さんはずっと美味しいんで、これずっと食べれます、ね、この中にまでですね、うなぎが入ってて、本当にうなぎだらけ で、あと追加で、30元でガオタンってやつを頼めるみたいなので、ちょっとガオタンを頼んでみたいと思います。すいません、ガオタンください。はい、ガオタンは追加30元でできるそうで、100円ぐらいですね。でこのガオタンを入れると、ちょっと見えるかな、こういう感じでですね、チャーパオファンって言って、日本語なんて言うんだろう、茶碗蒸しじゃなくて、チャーパオファンは、お茶漬け、お茶漬けのスタイルで食べることもできます。ではチャーパオファンにします。これもこれでですね、美味しいんですよ。ではいただきます。うん、美味しい。うん、
ガオタン合いますね、めっちゃ合う。これあ、これ絶対した方がいい。あのもちろん丼もすごい美味しいんですけど、やっぱ丼ずっと食べてたらちょっと味変えたいなって時にタレをつけるのももちろんいいんですけど、この30元のガオタン、この出汁を入れるのがいいですね。また全然違った食べ方になります。すごい、うん、おいしい。ちょっと次は山椒を入れて、あのまたお茶漬けにしよう。あ、でもちょっと苦しくなってきたな。ちょっと苦しいなこれ。あと3切れ、4切れあります、ね、3切れ。お客さん、あと10分で閉店なんですけど、大丈夫ですか？あと10分ですか？マジっすか？ちょっと頑張ります。社長、これめっちゃ美味しいんですけど、ああちょっとやっぱり中にうなぎあるって僕知らなくて。そういうことだったね、隠してあった。隠しうなぎに最初ここら辺で気づいて、うん、どうするの？え、いいよ、別に食べきれなかったら持って帰りゃいいじゃん。お持ち帰りもいいんですか？もちろんよ。じゃあすいません、ぜひお持ち帰りで。ああ、いいよいいよ。すいません、ありがとうございます。お持ち帰りもできるっていうことで、ちょっとあのチャレンジは失敗してしまったんですけど、ここは何グラム食べたかをちょっと測りたいですね。最初1100ちょっとでしたね。1030、1080ぐらいありました。おお、450、半分ちょっと食べれましたね。いやまだ君なら食べれると思ったんですけどね。これだけがたいよくても半分でした。見せかけだけですね。見せかけだけでした。でもこれあの2人で食べてもいいんですか？あ、いいけど、はい、基本は1人で。そうだね、これ1人で食える人いるのかね。いないですよこれ。ぜひ君が食えなくなったら誰が食うのかね。確かに、いや、あの俺は食べれるって方、この1キロうな重、うな丼ぜひ試してみてはいかがでしょうか。美味しかったです、ありがとうございました。今日は持ち帰りにして、これ朝ごはんに明日の朝ごはんに食べたいと思います。それでは。